モニッコ初級講座始まるにゃ。こんにちは、モニッコです。今回はビデオスタジオのテンプレートについてお話ししたいと思います。以前ファーストフリックというですね、ビデオスタジオに同梱されているスライドショー作成ソフト、こちらをご紹介しましたが、この中に収録されているスライドショー用のですね、いろいろな動きですね、テンプレートというのは、実はこのビデオスタジオ内にですね、部品や長いプロジェクトなどの単位でですね、収録されていますので、そちらをビデオスタジオ内で直接利用することができます。ではこちらの場所をまず見てみましょう。こちらのメディアの置き場の上から2つ目ですね、インスタントプロジェクト、こちらを押してください。さあ、そうするとですね、これ様々なですね、ジャンルで分かれています。まず一番上は、これは動画などのですね、分割画面のテンプレートですね。そしてスライドショーなど用のオープニング向け、次にですね、スライドショーの本編向け、そしてエンディング向け、そしてフルバージョン、まあ、こちらは全体の流れ組み込まれたものですね。まあ、こういった形で様々なですね、ジャンル分けがされています。最後にグラフィティと書かれているのが、こちらはボリスグラフィティのですね、タイトルを使ったテンプレートです。もうこちらはですね、適当に置いていただいて、かっこいいタイトルがもう出来上がっているので、これはタイトル用のテンプレートと思ってください。ではですね、使い方なんですけれども、例えばちょっとオープニングでやってみますね。これまずですね、好きなものを押していただくと、こちらでプレビュー見ることができます。写真を使ったものもこうして見ることができます。で、使い方はもうこのタイムラインにですね、これをドロップするだけです。そうするとこういった形でですね、テンプレートが配置されます。あとは自分の好きな写真をですね、この中に入れていくんですね。で、入れ方は前にもご紹介してますけれども、入れたい画像をですね、クリックしてコントロールボタンを押してこちらに移動させます。そうするとこのように写真が変わってますね。まあ、この作業を行っていただくだけなので、よいしょ、選択してコントロールボタンを押しながら移動、こんな感じですね。そしてもちろんですね、このテキストの方ももちろんこう打ち替えていただけますのでね、こんな形でやっていただければと思います。このテンプレートは組み合わせて使うことができますので、例えばオープニングの後に本編の中からですね、好きなものを確認してですね、そして追加することができます。こんな感じですね。もちろんこれも同じくですね、写真を自分でコントロールボタンを押しながらドロップしていくことで、まあ、簡単にですね、複雑な動きのものが出来上がります。で、こういったですね、テンプレートっていうのは実は自分で作ることもできるんですね。一旦すべてのプロジェクトを削除してみますね。では簡単にですね、テンプレートを自分でですね、作ってみたいと思います。これモーションの生成などですね、そういったものを使ってもいいと思います。では例えばこちらの写真を置いてですね、この写真にモーションをつけます。こんな感じのモーションをですね、1個つけました。ではこちらをですね、コピーします。こんな感じでコピーしました。では2段目3段目のですね、レイヤーの動きを変えていきます。ゴールポイントをこちらにして、こんな感じですね。
3段目もモーションを変えます。4段目もモーションを変えます。さあ、これで動きを見てみましょう。こんな感じの動きが出来上がりました。ではですね、こちらを登録してみたいと思います。登録もそんなに難しくはありません。もう今この出来ている状態で、このままで大丈夫です。さあ、では実際に登録してみましょう。ファイルメニューの中のテンプレートとして出力。で、こちら、長いプロジェクトですとね、ファストフリックにも登録できますのでね。こういった部品で良ければ、インスタントプロジェクトの方でいいと思います。こちらを押します。はいを押して、で、こちらでサムネイルですね。こんな感じで。サムネイルも保存できますのでね。で、ここで適当に自分で分かりやすい名前をつけておいて、これはホルダーですね。どのホルダーに入るか。インスタントプロジェクトのどこに入るかですね。まあ、通常カスタムでいいと思います。これで OK をします。はいを押します。さあ、これでテンプレートとして出力されました。OK をします。さあ、先ほどのサムネイルが出てますよね。ではこれ一旦こちらを削除して、まあ適当な何か動画を置いて、で、この動画の後ろに先ほどのテンプレートをつけてみたいと思います。先ほどのテンプレートをこちらにドロップします。こんな感じで、この位置関係がですね、このスタートの位置から置いたというこの位置関係も、この辺も時間の位置関係もですね、記録されていますのでね。で、あとは、自分の好きな写真と入れ替えるだけですね。さあ、こんな感じで。作った動きなどがテンプレートとしてですね、保存できますので、例えばスライドショーを控えている方などですね、こういった部分の動きなどの部品を作っておけばですね、後で、まあ、ざっとまとめてですね、スライドショーを簡単に作ることもできますのでね、空いている時間にこういったテンプレートを作っておくというのも一つの手だと思います。またですね、まあ、こういった、まあ、本格的な編集をこうどんどんしていって、まあ、これ今適当に置いてますけれどもね、で、こういった全体のプロジェクトをですね、例えば他のパソコンで編集したい場合にですね、例えば素材が、まあ私もともとこう最初にホルダーを作ってそこに素材を集めてから編集してくださいという感じでお勧めしてますけれども、それをやらなかった時にですね、他の PC でこのビデオスタジオの編集をしたい時にどうすればいいかというとですね、まあ、もちろんその PC にビデオスタジオが入っているということを前提にしますけれども、こちらですね、このプロジェクトのデータごとですね、ホルダーに素材データもコピーしてくれる便利な機能があります。で、こちらがファイルメニューの中の、こちらスマートパッケージ。で、こちらを押してください。はいを押します。で、ここで、ホルダーがいいと思います。まあ、ZIP ファイルでもいいんですけどね、通常はホルダーでいいと思います。で、ここで、プロジェクトの名前を適当に決めて、で、ここで OK を押します。はいを押します。さあ、正常にパックされました。さあ、スマートパッケージで実際に作られたホルダーの中には、実際にこちらで使われている素材の元データが全部コピーされています。なおかつ今回のビデオスタジオのプロジェクトデータも入っています。ということで、このホルダーごとですね、 USB メモリーなどにコピーをして他の PC に移動させて、そこでですね、こちらのプロジェクトメニューを開いてあげれば、この状態がまたそこからですね、編集ができるようになります。ということで、ビデオスタジオにはですね、こうした
非常に便利な機能ですね。たくさん搭載されていますので、ぜひですね、このテンプレートやスマートパッケージですね、活用して、空いてる時間などを有効に使ってですね、編集作業を進めていただければと思います。今回はここまでになります。バイバイ、また見れば？